要素にもディセンドエクスペリオンス、ボンバーダー、おお、まだいい、デビオーザーディセンドエクスペリオンス、グレイシャスコンフリンゴディフィンド、レベリオンコンフリンゴ、あっという間に片付けたな。ヘキャット先生も喜ぶよ。レベリオン、おお、いいね。レビオンスディセンドエクスペリアンス、グレイシアコーフリンゴ、ルーンのシンボルまだ一つ。ルーン文字のことはしばらく忘れた方が良さそうだね。次の戦いが始まるよ。マジか。行くぜ。戦士、戦士、戦士。指揮官。はあ、なるほどね。もう片付いた。スリザリンにしてはいい人だね。レイヴンクラーの割に勉強不足だね。レベリオコーフリンゴ、レベリオ、洞窟のドアの上、ルーンのシンボルだ。奴らには見つけることができなかった。残れない、残れない。コーフリンゴ、ルーン文字が見つかっても驚かないよ。残れない。ああ、なるほど。コーフリンゴ。
これか。ウィンガーディアムネビオーサ、レパルト、ネビオーサ、レベリオ。素早く呪文を唱えてみろ。素早く？意外だったな。当たってない。どういうこと？あ、いた。レベリオ。視界が水っぽいもやのように揺らめきながら戻ってきた。どれだけ意識を失っていたのだろう。彼の目しか記憶に残っていない。空っぽな目だった。もう悲しみは映していなかったが、それだけではなくて、痛みが消えるのを目にしながら高揚感を感じたのは覚えている。でも次の瞬間、何もかもぐるぐるし始めた。倒れた時に頭を打ったのかもしれない。それらしい傷が見えたり感じたりはしないが、ズキズキ痛む。黒死病でないことを願うばかりだ。彼はもう苦しんでいないのがせめてもの救いだ。それは何だ。石ドーラが書いた日記だよ。日記です。この謎を解く手がかりになるといいんだけど。セバスチャン、何か見つけたかも。キャンバスの一部だ。2つ目のキャンバス。努力は無駄じゃなかったらしい。でもこの場所は何かおかしい感じがする。レベリオ。あ、こっちか。サンマイエがキャンバスを見つけるよう導いたなら、イシドーラ・モーガナークがここにいたってことかな。そこら中にいたみたいだな。でも彼女が地下聖堂とフェルドクロフトの邸宅の地下室を使ってたなら、なぜここを作ったのかな。しかもどうしてそれをルーン文字と君にしか見えない古代魔術を使って隠すんだ。イシドーラともう一人の守護者パーシバル・ラッカムも古代魔術の痕跡が見えてた。ラッカム、初めて聞く名前だ。記憶のいくつかは彼のものだった。あの魔法の使い方のことでイシドーラと意見が合わなかったみたい。何もかもが不可解だ。三万円のところに持っていこう。そこに答えがあるかも。よし、行きましょう。おかしな場所に違いないけど、なぜか興味を惹かれるな。さあ、ここから早く出てホグワーツに向かおう。いよいよこの時が来た。会うはずだよ。どこだっけ。あっちだ。配置。キャンバスに描かれてる場所、どこかわかる？それならわかるよ。ついてるね。悪い知らせは？問題発生だ。あの海岸なら知ってるぞ。大きな鉱山を中心に乱六が一帯を牛耳ってる。マルワンウィームの被害はひどい。フェルドクロフトくらいな。今すぐ向かうか。ちょっと待ってくれる？なぜ？これまでずっと乱六に遅れを取ってるでしょ。先手を取れるよう助けてくれそうな人を知ってるんだ。誰なんだ？これはでもな、口止めはされてるけど、セバスチャンとは話をしてるから、ここは正直に言った方がいい気がする。ランロクの戦いには関わりたくないって言ってるゴブリン。友好的なゴブリン。ゴブリンが妹に呪いをかけたのは知ってるはずだ。引っ込んでろって言ってね。知ってるけど、ゴブリンはみんな同じじゃん。全てのゴブリンが悪いわけじゃないって。フェルドクロフトを忘れたのか。さっき通った鉱山を思い出せ。セバスチャン、違うよ。ちゃんと話を聞いて。そんな馬鹿げた話聞くもんか。それはちょっと言い過ぎじゃないかな。馬鹿げた話ではないよ。いい人もいるよ。おじさんの言う通り、やめ時を分かってないんだね。やめ時くらい分かってるさ。
信じられない。クエスト完了。鉱山の闇の中、もうなんかあれだよね、ゴブリン憎さにもうみんな同じみたいになってるけど、それ言ったらね、こうの魔法族っていうか人間サイドもみんな悪人かっつったらそうじゃないし、みんな善人かって言ってもそうじゃないし、ちょっとそこはね極端になりすぎちゃってるかなって気がします。確認は終わったかな。次の砲機のアップグレードはさらにすごいものになる。マジか、来た。できるだけ早くスピンクイッチーズに来てくれ。はい、行きます。もうすぐ行きます。待ちに待った砲機のアップグレード、行ってまいります。ついでにいらないものも売ってこないよね。また来てくれて嬉しいよ。今回も君にだけ宝器のアップグレードは特別価格だからね。ありがとうございます。今日は何をお探しで？いや、アップグレードですよ。4000。その宝器ならきっと満足するよ。約束する。やった。全部いらない。よし、オッケー。新しいアップグレードは用意できた。感想を聞くのが楽しみだ。厚かましいかもしれないけど、ほうきに乗ってまた感想をお伝えすればいいんですよね。その通り。すぐそこまで来てるのを感じるんだ。まだ少しほうきには改善の余地がある。イメルダは南海岸のコースでほうき競争を開催してる。ランロクの連中やアッシュワインダーズがいるらしいから、あまりいい場所とは言えないけどね。ただし奴らよりずっと上を飛んでいれば大丈夫なはずだ、多分ね。なるほど。心配いりませんよ。イメルダを探してみます。ぜひ砲機競争をやり遂げてほしい。今回の最終アップグレードはささっと成功する予感がするんだ。もちろん気をつけてやってくれ。それじゃ近いうちに報告を待ってる。はい、次に会えるのを楽しみにしてるよ。ありがとうございます。どこまでも上、場所はどこだろう。南海岸とか言ってた。ちょっと待って、どこは、むちゃくちゃ遠い、しかも行ったことないエリアだ。なるほどね。これはもしかして先なのか後なのか、あと何があるんだっけ。どこまでも上の他には最後の蝶、ニフ・フィッツジェラルド先生の肖像画とか、いや、その前にちょっとほうき手に入れたいな。というわけで行きましょう。ほうきをアップグレードしにね。途中で最新モデルを試してみようかな。